皆さんこんにちは、みです。皆さん、アワって知ってますか？なんか最近すごく CM で見ますよね。なんか私もよく CM で見るんですけど、すごく印象的な CM っていうことがとても印象的です。そしてですね、今回そのアワを使って実際にプレイリストを作ってみたので、それを皆さんにご紹介していきたいと思います。で、アワはですね、音楽を聴けるアプリなんですけど、実際にじゃあ紹介していきたいと思います。はい、でこれがマイページ。あのマイフェイバリットに関しては、自分が作ったプレイリストを公開するっていう機能がアワにはあって、人が公開したプレイリストを自分が好きなように見れるし、好きなように再生できるんですよ。自分じゃね、作れないようなプレイリストを作ってる、音楽に詳しいんだなっていうような方がたくさんプレイリストを作っているので、例えばいろんな方、いろんな歌手限定だったりとか、あと寝る前に聴く音楽とか、テンション上げたい時とか、朝出勤する時とか、そういう風な感じでたくさんプレイリストがあるので、それを自由に聴くことができて、その作ったプレイリストをこのマイフェイバリッツに入れることができるんですよ。このマイフェイバリッツの機能はとってもいいと思います。はい、ということでですね、今回はこのマイプレイリスト、私が作ったプレイリストを皆さんにご紹介したいと思います。で、私が好きな曲8曲あるんですけど、この曲はどれも本当に私が大好きで、何度も何度もリピートして聴いていて、私が好きな曲はメロディーが好きか、すごく勇気づけられる曲、元気が出る曲、そういうのが好きなので、1曲は気に入る曲があるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ最後まで聴いてください。はい、じゃあ早速聴いていきましょう。まず私が好きなのはニッキー・ミナージュが大好きなんですけど、まあその中でも2曲好きな曲を選びました。まず1曲目、ライトバイマイサイドという曲になります。まあね、 PV のニッキーがとても可愛いんですけど、ニッキーって結構そのなんだろう、ラッパーなので、あの結構なんだろう、バラードが少ないんですけど、その中でも数少ないバラードになっています。で、ライトバイマイサイドは、まあ、彼と別れて失恋して、まあなんかあなたがいないと息もできない、ご飯も食べれないっていうような結構な闇ソングなんですけど、でも歌詞っていうよりもこの曲のメロディーがすごく好きで、なんか聴いててすごくね、癒される曲なんですよね。すごく気持ちが落ち着く曲で、やっぱね、女の子なら誰もが一度は体験するんじゃないでしょうか、こんな気持ちは。なのでぜひぜひ聴いてもらいたいです。はい、そして次が同じくニッキー・ミナージュさんのハイスクールという曲になっています。ハイスクールはあのリル・ウェインさんとコラボして歌ってる曲なんですけど、 PV がその2人が恋人設定になってて、どっちもめちゃめちゃかっこいいし可愛いんですよ。ね、とにかくね、ニッキーがすごく可愛くって素敵な PV になっていますね。で、まあ、歌詞的にはすごく初々しい恋の気持ちを歌っていて、なんかあなたといると高校生時代に戻ったみたいだわっていうような曲なんですけど、なんかこれも歌詞っていうよりはメロディーととにかく PV が好きっていう曲ですね。はい、そして次、セレーナ・ゴメスさんの「フッセイズ」っていう曲なんですけど、まあ、メロディーも曲調もすごく素敵なんですけども、何よりも歌詞がとっても素敵な曲になっています。なんか女の子って誰もがね、一度は自分をすごくコンプレックスに感じる時ってあると思うし、この曲はそんな人をね、勇気づけるような曲になっていて、歌詞がとっても素敵で、なんかあなたは、誰があなたを美しくないって言ったの、誰があなたができない、何もできないって言ったのって、あなたはクイーンにもなれるし何にでもなれるのにっていうような、すごくね、なんだろう、メッセージ性のある曲になっています。とっても素敵な曲ですね。これはね、ぜひね、歌詞と一緒に聴いてもらいたいです。なんか落ち込んだ時でも、もちろんなんですけど、あのテンションも上げたい時でもね、いつでも結構聴ける曲です。そして次、まこさん。まこさんは大好きで、もうここにプレイリストに4曲ぐらい入ってるんですけど、まこさんのマイボーイマイガールっていう曲で、これはまあ恋愛の曲なんですけど、まあ歌詞っていうよりも曲調が好きで、結構ね、日本の方でこういう感じの曲調で歌う方ってあんまり、なかなかあんまりいないと思うんですよね。なんか素敵、この曲調がすごい好きでよく聴いています。これもね、結
構ねテンション上がりたい時ももちろんだし、癒されたい時もなんか聴くと落ち着く曲ですね。そしてワンデー、これはミリアさんも歌ってて、ミリアさんも大好きなんですけど、まあ、それをカバーした曲になっています。で、まあ、歌詞もそうなんですけど、とにかくメロディーがすっごく綺麗で、すごくね綺麗な曲になっていますね。歌詞もすごく綺麗な歌詞になっています。元気が出る一曲になっているので、これも聴いてもらいたいですね。うん、これも聴いてもらいたい、歌詞と一緒に聴いてもらいたい曲です。はい、そして次まこさん、同じくまこさんのロックンロールということで、これはアブリル・ラビーンさんが歌ってる曲で、アブリル・ラビーンさんの曲をカバーした曲になってます。で、アブリル・ラビーンさんが歌ってる方は結構アップテンポなパワフルな曲なんですけど、まこさんはそういうパワフルな曲、洋楽を日本語にバラード調に変えてカバーするっていうことをすごく多くやっています。で、このロックンロールは何だろう、私すごい好きなんですけど、これを聞くとすごくね彼のことを思う曲になっています。すごく素敵な曲ですね。これも歌詞と一緒に聴いてもらいたいです。そして次ドアなんですけど、これも、ケイティ・ペリーさんの曲をまこさんがバラード調に変えて歌っています。これはなんか今までは自分に自信がなくって、人のこと、人に言われること全部イエスイエスって答えてたけど、こんなのはもううんざりうんざりだから、もうこれからは自分をもっともっと出して自分らしく生きていくっていうようなね、すごいねパワフルな曲になっているんですけど、それをバラード調に歌ってるんですけど、そのロアの良さは残しつつのバラードなので、なんかすごく素敵で、もちろんそのロックンロールもロアもワンデーも元の曲もすごく好きなんですけど、まこさんが歌うとまた違った、同じ曲なんですけど全然違う表情が見れて、そういうところもすごく好きで気に入って聴いています。ロアのロックンロールとワンデーは歌詞と一緒に聴いてもらいたいなって思います。で、そして最後ですね、アグリーということで、21のアグリーなんですけど、まあ題名にもあるようにアグリーということで、なんかブスとか醜いとか可愛くない美しくないとか、誰もが一度は女性の方ならね、もう見た目にコンプレックスを感じることって絶対あると思うんですよね。で、それをやっぱり強く考えすぎちゃうと、なんだろう、すごく落ちてって、人のことを羨ましがったりとか、あの子はなんであんなに美しいのに、なんで私はあの子のようになれないのっていうような気持ちがだんだん出てきちゃったりとかする時も、もちろん誰でもあると思うんですけど、そんな曲時の気持ちを歌ったのがこのアグリっていう曲になっています。なんかすごく悲しい曲なんですけど、まあ確かにこの世の中は見た目が全てなんてことは絶対にないけど、でもやっぱり見た目が違うことで感じることっていうのはたくさんあると思うんですよね。日本ってなんだろう、女の子らしさっていうのを大切にする国じゃないですか。なんだろう、女の子らしい人だから、なんか私みたいに結構大雑把でバババーっていう感じの人は、なんかやっぱりどこかでそうやって可愛い女の子に憧れたりもするし、なんかいいなって思ったりもするんですよ。でも慣れないんですよね絶対慣れないんですよ。慣れないんだけど、やっぱそういう人を羨ましいなって思いつつ、ああいう子になれたらなんか変わるのかなっていう気持ちとかね、自分をコンプレックスに感じてる人の気持ちをリアルに歌った曲なので、すごく自分も共感するし、自分が落ち込んだ時に聴くと、なんだろう、明日からまた頑張ろうっていうような感じに思える曲になっていますね。これも歌詞と合わせて聴いてもらいたい曲です。はい、ということでですね、今回私のお気に入りの曲を8曲ご紹介したんですけど、これ見てると結構私がね、どんな性格かとか、どういう人かっていうのが分かってくる、浮き彫りになってきますね。ネガティブ女なので、結構落ち込む時は落ち込むんですよ。こういうね、歌を聴いて元気づけて、自分を元気づけて、それでまた少しアクティブになるんですけど、また少しするとネガティブになるんですけどね。私が実際に本当落ち込んだ時に聴いて元気をもらってた曲ばっかりなので、どれか気に入る曲が1曲でもあるといいなと思います。はい、そんな感じで今回はアワーをご紹介させていただきました。アワーは本当に曲の数がすごく多くって、韓国の曲も洋楽も日本の曲もいろんなジャンルたくさんあるので、誰でも楽しんで使える音楽アプリだと思います。しかも今なら3ヶ月無料らしいので、私もダウンロードしてもう使ってるんですけど、すごく使いやすくって、人のプレイリストとかも自分で
ね、好きなように聞けるっていうところもなんか新しいアプリだなっていうふうに思いました。すごく便利です。ダウンロードの URL は下に貼っときますので、ぜひぜひ皆さんも便利なアプリなのでダウンロードしてみてください。今回ご紹介させていただいたアワは、私の他にもヒカキンさん、アバンディーズさん、 PDS さん、セイキンさん、トミックさん、はじめ社長さんがご紹介しています。言えた。次はセイキンさんのご紹介になっていますので、ぜひぜひ皆さんご覧になってください。ではでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。その無垢な笑顔の国、潜めてる祈り。